こんにちは、日本史講師田口睦弘です。いよいよペリー来航、さらに続けます。今週はペリー来航で攻めていきたい、そう思ってます。いざ降参せず日本は、いざ降参せず日本は、1853、いざ降参せず日本は、ある意味これは覚醒と言っていいでしょう。我々は覚醒したのです。日本という人間、日本という国家がいかに深いか、いかに深いかということを語っていきたいと思います。とりあえずこの日本の深さっていうのは何かというと、先ほど言った通り、ペリーは多くの国を巡っていって、そして各国の首脳陣に屈辱と屈服を与えたわけです。ガチャン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 ってあんな動いてたらこんな国勝てない、シュンってなるんですよ。シュンって。そしていよいよペリーが日本にやってきました。そして日本にやってきた。ペリーの見方はこうでした。ペリー側の記録、その小人なる日本人はやってきた。我々は小人だそうです。彼らは野蛮人だ、バーバリアンと書いてます。なぜならば彼らは皆長い刀を刺し、頭にはピストルをのしていると。ちょんまげ、ほっといてくれって。まあ変わった髪型に見えたと思います。正直僕もあれは変わった髪型かなと思います。もしその時の普通の人だったら、しかしまあそれが作法でございますから、そしてそのバーバリアンたちは我が国にやってきた。そして機関室に通したのだ。機関室のあの大きな蒸気機関を見て、ガタ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 、多くのアジアの国々の人間はそれを見て、あかん、こんな国勝てん、ヒュンとなった。まさに屈服。ところがそのバーバリアンたちは違った。日本人それを見た時ヒュンとならなかった。なんと逆に目を輝かせた。そしていきなり懐からノートのようなものを出し、ペンのようなもので、筆ペンですが、ペンのようなもので書き出した。何かを、お、あ、な、何があったんだ。スケッチだ。スケッチぐらいのね単語を言えるようです。幕府の役人は一応英語の、学校を作ってましたので、スケッチだ。いや、次に案内するとこあるって。いや、カマン、ガチャンガチャンを見て怯えないの初めて見たんで、逆に米軍側がビビってたんです。普通あんな見たらビビるんです。超巨大なシリンダーが動いてるんですよ。はぁってなるはずなんですが、おぉ、映し出してるんです。で、これなんで動いてんだ。蒸気です。蒸気ってなんだ。火が沸騰すると、ほら、夜間のお湯が沸騰すると蓋を上げるあれです。そうか、ということは何か燃やしてんだな。燃やしてます。何を燃やしてんの。石炭です。石炭ってなんだ。燃える石です。燃える石、そんなもんあるのか。あります。日本にはあるか。多分あると思います。よーし、すごいものを見た時、あかん、勝てない、ヒュンとならない。すげえ、俺たちも作ろう、このプラスチック。これが近代日本を作ったのです。アジアで唯一近代国家になったのはなぜか、すごいものを見た時もう負けたと思わないんです。すげえ、俺たちも作っちゃえ。これが日本、これがプラスチックの日本です。このプラスチックこそ日本の原動力であり、そして今後も日本を支えるのです。1853、間違いなく我々は、いや、降参せず日本は、ということで、次回